待たせしました。それでは囲み取材を始めます、まずは不正に関する質問をお受けいたします。よろしいでしょうか、それでは政務に移ります。政務に関する質問をお受けいたします。1ですね、今日の証人喚問、うん、ご覧になってたら印象を伺いたいんですけど、まあ、全てを見てたわけじゃないんでね、あの移動中やったんで、でもまあいろいろニュース等の断片的なもので、こうの情報を持ってこう僕の感想は、まあ、とにかく文書の書き換えにこう違法なそういう政治家の関与はなかったんだろうな。これは証人喚問ですから、要は偽証すると罪に問われるわけなんでね、そこはもう何を聞かれても政治家の関与はないとはっきり言われてるから、違法なそういう関与はなかったんだろうと思いますね。ただそれをもって一切の関与がなかったのかといえば、これ関与はあるんでね、もう、大阪府としては皆さんにも公表しているように、何人かの政治家の方から、森友についての問い合わせは大阪府もいただいたわけだから、だからそれは違法じゃないけども、関与はあったということなんでね、だからその文書の書き換えについてこれはもう、まあ、佐川さんの言われる通り理財局がやったんでしょう。もうただこの土地の売却とね、その書き換えを誰がどうしたのかというね、ところについてはね、もうこれは財務省の内部調査じゃ無理なんじゃないのと思いますね。だから、まあそういう専門家のね、皆さんの特別チームを作って、検証するということが必要なのかなと思います。要は、財務省の内部調査ではね、これはやっぱり納税者納得しないと思います。理財局がやったにしても、誰が指示して、その、指示、書き換えなければならなかった理由は何なのかは、第三者がきちっと検証してもらいたいと、そう思いますね。ただもう政局的にこの問題でね、ずっとやっていくっていうのは、これはもうちょっと日本の国益に、に対してこうそぐわないとこう思うんでね、もうこの国会の中でね、証人喚問見ててもね、国会議員がこの件を全てこうあからさまに解決しようと思ってももう無理だと思います。だから国民の皆さん の, その関心事であるね、なぜ書き換えが起こって、それを誰が指示して、その理由は何だったのということについては、もうその政治局とは別のところでね、きちっと検証してもらいたいと思ってます。書き換えについてはそのいつ誰がどういう理由でどのようにというところは今日の午前中の証人喚問では分からなかったと思うんですけれども、で佐川さんは刑務訴追の恐れがあるからという言葉を何回もおっしゃってましたけれど、そもそも今日佐川さんは刑事訴追の恐れがあるからという理由で話さないこともできますけれども、話すこともできると思うんですが、今日の佐川さんの答え方はその点から見るとどうでしょうか。もっと話すべきなのかしょうがないのか。いやもう僕は刑事訴追の恐れがあるということは、佐川さんはちょっと自分でやましいことがあると言ってるのと同意語だと思うんで、結局理財局でやったんでしょう。ただその時の全ての指示を佐川さん一人でやったのかね、その書き換えをやらなければならなかった理由とかね、そういうことは全然明らかになってないんでね、だからそこはこれも財務省で
こういうあってはならない書き換えが起こったわけだから、財務省の内部調査じゃなくて第三者にきちっとこれ検証してもらいたいと思います。まあ、刑事訴追の恐れがあるということで、ひょっとしたら司法で全て解明されるかもしれませんけど、だからもう国会でやるような話じゃないなというのが僕の感想です。ちょっとさっき他のまあ政治家の関与を求められている記述もあったという問題もご指摘されてましたけれども、そういう名指しされたような政治家の方や野党の方がおっしゃっている、昭恵さん、安倍さんの安倍首相の、奥さんですとか、昭恵さんも含めて、さらなる証人喚問というのは、必要性はいかがでしょうか。これはもうでも、関与はあったけど、違法性はないとはっきり言ってるわけだから、それは政治家が、まあ、いろんな形、支持者、支援者からいろいろとこう要望を受けてね、問い合わせするのは、本来の政治家の仕事ですから、その関与を持ってね、一人一人全部証人喚問というとね、もうこれはもうほとんどの政治家がいろんな形で証人喚問必要になってくるから、だから違法なまあ要は、こうなんていうかな、背任だとかなんとかだとかいうね、背任だとか、こう贈収賄だとかそういう違法なものではないということは佐賀さんはっきり言ってるわけだから、もう別に新たにそういう人を喚問する必要はないと思う。昭恵さんも含めて、ないと思う。他にございませんでしょうか。調査っていうのは今後維新として求めていく形。それも求めていきます。他にございませんでしょうか。具体的にどういうものに見えますか。専門家ってどういう人たち。まあ法律の専門家がまあチームを作ってね、一人一人、まず金財と理財局でね、こう 金財はそもそも決裁文書にはいろいろ載せてたわけだから、でこれを、決裁文書を、改ざんしたのは誰の指示なのかということを、こういうのを一人一人こう法律の専門家がこの件に関わったであろう役所の人たちに全部聞き取りを調査してもらいたいと思っています。司法による捜査と専門家による調査どちらが望ましいのか考えましょう。いや、これは並行してやるんでしょう、だってもう司法は、調査の調査には着手してるわけだから、今森友の、要は補助金不正についての着手はしてるけど、そこで新しいものがどんどん出てきてるんだから、今度この公文書の書き換えについては、まあ法律的に違反があるかどうかも、これはやっぱり司法が判断してあるというふうに疑いを持てば、それ司法も動き出すと思います。そうしますと司法による捜査だけではなく専門家による調査も必要だというお考えかと思いますが、だからやっぱり国会というところでね、こう独自でね、司法の調査を待つだけじゃなくてね、やっぱり事、のこの重要性に鑑みれば、専門委員会を作ってやっぱり徹底的に今回のこの改ざんに至った原因というのを追及すべきだと思っています。政治家ではなく第三者の皆さんに、もう、政治家の皆さんが調査するのはこの証人喚問が精一杯じゃないですか。でも証人喚問で要は刑事訴追の恐れがあるということで、そのことはもう佐川さんが、証言を拒否したわけだから、だからこれからいくら政治家が調査したところでね、新しいもの出てきません。だからこれ政府がね、やっぱり権限を第三者委員会に権限を与えて、徹底的に調査をすべきだと思います。政局にするのではなく公平公正な全体事実関係を解明したいと言いたいという。そうですね。だって、野党側もね、自分たちの都合のいいことを佐川さんが答えなければそれおかしいというしね、
うん、だからもうそこはもう、なんていうかな、あのこう各政党の、あの思惑の中で、こうなんていうかな、あの、動いてるだけだから、うん、だからもうあのそういうね、利害の関係のない人たちが権限を持って、あの事の内容について徹底的に、調査をすべきだと思います。責任の追及というのは事実関係の解明の後に。だって事実関係が解明されないと誰の責任なのかはっきり分かりませんか。確認ですけど、第三者委員会は財務省が設置するんじゃなくて政府が設置するんじゃないか。これは政府がやっぱりその、大きなもう権限を与えて第三者委員会を設置すべきだと思います。他にございませんでしょうか。相田区政府です。2月16日の定例会見で、うん、松井知事が、橋場市議の、鈴木敦氏に関して会ったことがないというふうにおっしゃいました。ですね、私ども相田区政府では知事と、柏市議の鈴木敦氏が一緒に写っている写真を入手いたしました、だからそこの写真見ますと、あの、まあ、知事はその柏鈴木敦氏議の選挙応援に行かれて街宣車の上で応援演説をしております。で、それでもその会ったことはないとおっしゃいますか。それは、まあ、応援演説はね、はい、あの日本中あちらこちらね、地方議員まで含めて僕は行くんでね、あの個別具体的に誰の応援に行って、その場に誰がいたっていうのはね、全てあの僕の記憶の中にとど、めとけと言われてもそれは無理です。じゃあ会ったことがないというのは今でもそういうことはないんですか。誰と会ったっていうのをね、全て、こう僕の記憶の中にとどめているというか、それはありません。わかりました。会ったことはないということですね。いやだから会ってるんでしょ、写真であるんだから。そうですね、うん、ただそれが僕の記憶の中にはないということです。はい、わかりました。記憶にない、うん、じゃあそのことをまた関連するんですけども、柏市の防廃条例では、暴力団員で亡くなった日から5年を経過しないとしないものは、あの暴力団員等とみなすというふうになっております。で、この鈴木議員が組を反応されたのが2013年です。昨年3月の市議選当時当選された時はまだ4年しか経っていません。ですから暴力団員等を日本維新の会の公認候補として結果的に当選実行させたということになります。だからその暴力団員だったかどうかも、はい、それはあの僕のところに、正確な情報でね、はい、その事実もまだ僕はあの伝え聞いていないんでね、答えようがあります。そのじゃあ公認されるときにその候補が候補の身辺捜査といったことをきちんとされなかったということになる。そんなことはやりません。それこそその人の人権に関わるじゃないですか。一人一人を、じゃあ、過去にねどういう組織に入ってたの、どういう、なんていうかな、例えば信仰についても何を信仰してるのか、そんなのは、ね、聞きません。我々暴力団に関わっていたかどうかといったことも、そんなことを聞いてる政党ありますか。市会議員、区議会議員、県議会議員、国会議員を選ぶときに、その申し込み用紙にあなたは暴力団員になったことがありますかなんていうのをいちいち問い合わせしてる政党なんてないと思います。いちいち聞かないかもしれませんけども。でいちいち聞かなかったらどうやって確認するの。暴力団員であったということが分かったっていう意思を維新の党としてのガバナンスというものが問われると思うんです。今それは奈良の維新の会で、自浄作用の中で対応をしています。奈良の維新の会にもうそれを任せるということですか。それはそうでしょう。分かりました、はい、よろしいでしょうか。それでは囲み次第終了いたします。ありがとうございました。